オリジナルドラマ主役交代和州特製人生交換マシーン C パート。だるまさんが転んだ。あ、ささみちゃん動いた。やった、私の勝ち。懐かしの子供遊戯ゲームソフト、だるまさんが転んだは、三星さんの独断帳だったな。私ね、この手の遊びはずっと得意だったんです。いつまでも童心を忘れないというのは素晴らしいことですわ。天地、これつまんねえよ。違うことしようぜ。涼子はこのゲームでもビリだったからな。何する？決まってるだろ、これだ。これは懐かしの子供遊戯ゲームソフト、馬跳び。こいつで今までの負けを取り返してやるぜ。やったー、俺の勝ちだ。くっそー、次はこいつだ。懐かしの子供遊戯ゲームソフト、カンケリー。ゲームスタート。はっ、さすみんの勝ち。次はかくれんぼ。私の勝ちですわ。おお、陣取り。またまた私の勝ち。くっそー。にゃーん。りょうき、どうしたんだ。なんか激怒してるみたいだよ。これは涼起となった涼子の精一杯の反抗ね。つまり涼子役の涼起がテレビゲームがめちゃ弱だからと。それもあるが、一番は天地殿を口説かないからかな。涼起になった今でもやっぱり涼子と天地さんを一緒にさせたいってことですか。他人に渡すくらいならね。って清音殿、なんでゲームに参加しないの。人生交換にあぶれちゃったって別にいいじゃん。いえ、いいんです。こうして騒ぎの輪に加わらないことが私の処世術なんですから。悲しい生き方だね。とにかくテレビゲームはもうやめた方がいいかな。あら残念、こちらにある縄跳びがやりたかったですわ。そいつがまた面白くてですね、最大50人同時プレイができるんですよ。50人同時で、それは壮観でしょうね。実はそれがやりたくて買ったんですけどね。今度皆さんを呼んでやりましょうよ、ぜひ。いいですね。なんかいいムードで笑い合ってますね。さりげない会話で意思を通じ合う男と女、こういう小さなやりとりの積み重ねがやがて二人の心を強く引きつけ合うことになるってわけやね。前のパートの私は焦りすぎってことか。いや、人生交換した時どうすればいいかっていう見本だね、こりゃ。みゃん、みゃみゃみゃん、みゃ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 ん、みゃん、みゃみゃん、みゃん、みゃん。マシンを壊すって、りょうちゃん、いけないよ。みゃみゃみゃん。うわ、なんてこと。まずい、暴走する。やった、天地になった。涼子はどこだ。天地、涼子、これで二人は。天地はぁ、なんで二人いるんだ。ささみ、よくお聞き、妹のものは私のもの、私のものは私のものよ。入れ替わる前からささみのものなんてないんだけどな。我こそ宇宙一の天才科学者ワシューだ。この力で幸せになるぞ。人生って何？幸せって何？魔法少女プリティーサミー、次元を超えて大活躍。あー、なんか変なの混ざってる。
に戻ったぞ。天地ダメだ、みんな涼子だ。やあ、どこにいるんだよ。え、おばさん、きー、悔しい。やめろよ二人とも。はあ、あれから3日、俺たちいつまで人生交換したままなんだ。和州さんにお任せと言いたいとこだけど、はあ、私ってやっぱり不幸だわ。あー、もうわけわかんなくなってきちゃったな、チクショウ。そんな、ちゃんと直してくださいよ。宇宙一の天才科学者なんですから。そのはずなんだけど、なんか調子出ないんだよな。なあ、美星殿、もうやめちゃってさ、一生このままにしない？嫌です。もう、私が直しますと思うと、なぜかやる気が失せちゃうんです。はぁ、結局は自分の人生が一番いいってことですね。オリジナルドラマ、主役交代、和州特製人生交換マシーン B パート。天地様、お茶をどうぞ。 ありがとう、彩香さん。って涼子の声で言われるとなんかやっぱ変。いいえ、どういたしまして。もう嫌ですわ、こんな役。肩が凝って、肩が凝って。そうだぜ、お酒ばっかりじゃなくて他の飲み物も、飲んでみたいぜ。本当です、私もこの口調疲れました。確かにこのなんか影のある喋り方は神経使うんですよね。ささみたちは別にこのままでもいいよね、ようちゃん。にゃほー。どうやらこの組み合わせは良くなかったようね。特に涼子と彩香殿は。やってることが今までと全く同じでしたからね。立場は変わってもやることは同じってことか。なんだって。まあいいや、さっさと買い上がれ。みんなもそれでいいかい？はーい。それじゃあ行くよ。二度目の人生交換。あー、チャンピオンはささみちゃんに決定。やったー。さすがは我が妹、姉としても私も鼻が高いですわ。おっほ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 。ほんとー、ささみちゃんってすごいわ。みほし、子供に負けといて何感心してるのよ。対戦シミュレーション、大晦日お掃除大戦略か。我ながらなかなかいいゲームソフトを買ったもんだ。天地、このゲームつまんねえよ。違うやつやろうぜ。まあ、涼子はビリだったから仕方ないか。何にする？そりゃもちろん。と、ここで私は天地さんに迫るわけだけど、どうすればいいんだろう。よく考えたら、私って20年間生きてきて男の人に告白なんて一度もしたことないんじゃ。そうよね、学生時代はギャラクシーポリスに入るために猛勉強、入ったら入ったで一級刑事になるため訓練の毎日、
そして晴れて一級刑事になれたと思ったら、三星のせいで地球勤務に。思えば思うほど不幸な人生。今よ、今しかないわ。変わるのよ、キヨネ。宇宙海賊リョーコとなって幸せをつかむのよ。おい、リョーコ、ホワイト、大丈夫か？で、天地、あのさ、いろいろ悪かったな。なんだよ、急に。私がこの家にやってきたせいで、お前には迷惑のかけっぱなしだよな。どうしたんだよ。いつものリョーコらしくないぜ。とにかく、謝っておきたくて。そうか。なんかいい雰囲気じゃない、お姉さま。そうね、じゃなくて、リョーコさんってば何考えてるのかしら。お前でもそんな風に謝ることがあるんだな。変化？そんなことないよ、いいと思う。変ついでにもう一つだけ言わせてくれ。ああ、いいよ。天地、好きだ。私にはお前だけなんだ。リョーコ、やっぱ改めて言うと照れるな。リョーコ、キヨネのやつマジになりやがって。私だって分かってんだ、素直になれればどんなにいいかって。でもよ、くそ。お姉さま、いいのこのままで。天地兄ちゃんのこと好きなんでしょって自分で言っててすごく恥ずかしいんですけど。天地様のことは好きよ。でもね、ずるいわ涼子さん。あんな素直な姿を見せられたら私邪魔できないじゃないの。お姉さま、私今夜は眠れそうにないわ。慰めてね、ささみ。てかー、あたしってばかっこいいわ。振られ役っていうのもなんかおいしいわね。あやかしゃん、そんなこと言わないで頑張ってください。でこの役すっごく不本意なんですけど、なんであんたは身を引いてしまうのよ。しかもなんかかっこよく。痛い。三星さん、言葉と動作が一致してませんわよ。ふん、キヨネ殿と涼子が入れ替わるとこうなって、三星殿と彩香殿が入れ替わるとこうなると。参考になんな。マジに人格について研究しようかな。みゃ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 あ、退屈だって。ああ、あぶれたのか。みゃ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 、人生変えたいって。どうしようかな、この組み合わせ結構面白いんだけどな。研究素材としてね。和州さん、ささみもう女の子やるの嫌なんだけど。あたしも、もう嫌です。私も、頭をグリグリされるの嫌なので変えてくださいな。リョーコはどうする？え？あたしは別に。変えて。キヨネ。変えてって言ってるのよ！キヨネさん。じゃなくて、リョーコ。お前。わかったよ。んじゃ行くよ。三度目の人生交換。誰と誰が人生を交換するのか、続きは次のパートでね。